こんにちは、あやチャンネルのまみーです。最近ね、私は子供たちと、一緒に寝るようになりました。こんな感じでね、下のお部屋に、私のお布団を敷いて寝てるんですけれども、夜はアクアとノエルだけはおむつをしてるんですけど、ダイヤと、ルビーはおむつなしで、寝れるようになりました。だからね、もうこうあそこのこのケージもあんまりね、もうみんななんか活躍してないっていうか、みんな入ってないので、あまりあのケージも本当にお留守番の時だけなんですよね。でも基本的に私英語教室をお家でやってるので、そんなにお留守番がないので、みんなあんまり今はもう入ってないかな。はい、ノエルくんは、いつもの場所、キッチンテーブルというか椅子の、下に、いますね。ここがね、だいたいね、私がよくここの椅子にこう座ったりして仕事をしたりとかするので、ノエルはね、私の近くがいいので、常にこの辺に、ノエルとルビーがいるって感じですかね。で、今ね、座布団をこう横にこう引いたんですけど、こんな感じで、寝るときにはこう横にね、座布団を引いてあげると、子供たちがこの座布団の上でこう寝たりします。お布団の私の上とかに乗ってきたりするしたりとかもするんだけど、だいたいノエルとかはいつもこの辺で寝てるかな、夜は。でもね、もう最近はだいぶ慣れてきて、寝るのもそんなに動き、夜中にずっと動き回ったりっていうことは、なくなりました。ノエルくんね、いつもここでね、リラックスしてるんですね。ノエルコローンしたら、コローン。こうやってダイヤくんがね、すぐね、ノエルのね、口をね、ペロペロ舐めに来るんだよね。ね、マミーが今ノエルくん触ってんだけど、ダイヤくんこんな感じも。ペロペロ、ペロペロ攻撃ですよ、ダイヤくんと。ノエルもなんか全然嫌じゃないみたいで、もうノエルが来た頃からね、ずっとダイヤはこう、ノエルにチュッチュチュッチュずーっとこうしてるから。かなり濃厚なキス、ペロペロ攻撃です。すごいですよ、これね。なんかマミーがノエルよしよししてたんだけど、全然マミーの出る幕ないんですけど、ダイヤくんこうやって来ちゃったら。はい、ノエル。ねえ、ノエルくんもね、寝るときにはね、向こうにおいでね、お布団の方ね。あやチャンネル、元保護犬たちとの、日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.